アブデュル・ハミト2世、アブデュル・ハミト2世は、オスマン帝国の、第34代皇帝。第31代皇帝アブデュル・メジト1世の子で、第33代皇帝ムラトと5世は兄、第35代皇帝メフメと5世、第36代皇帝メフメと6世は弟に、当たる。アブデュル・ハミトは1842年9月21日に、 スルタニアブデュールメジト一世とその妻のチリミュイジャンカドゥンとの間にトップカップ宮殿で生まれた。母はシャブスフ・オイマク出身のチェルケス人で外見の特徴は茶色の瞳、茶色で長い髪の毛、細いウエーストであったと言われる。アブデュールハミトは母を11歳の時に失い、以降はギボのペレストカドゥンにイボイモトのジェミレ・スルタンと共に育てられた。 父アブデュルメジト一世は彼に冷淡で、継承順位の低さから彼に接する者も,も少なく、周囲から孤立していたという。こうした老い立ちが彼を冷徹な性格にしたという説も、ある。幼少期は2歳年上のアニムラトと同時にに教育を受け始め、ペルシャ語は、アリエフェンディから、トルコ語は、オメルエフェンディから、アラビア語や、その他の伝統的な科目は、 フェリトエフェンディから施された。即位前のアブデュール・ハミトは、金銭管理を厳格にしており、自分自身の支出と収入を、しっかり把握していて、時には、兄や弟にお金を貸すこともあった。叔父のアブデュール・アズイズは、老いにあたるアブデュール・ハミトに、好意的で、エジプトやヨーロッパの旅行に随伴させた。兄であるムラトが叔父に軟禁されたのに対して、アブデュール・ハミトは、 比較的自由な生活を送った。彼は、農地、鉱山経営に携わり、利益を上げるなどした。所有する農園の農作物を市場で売買するとき、彼自身も市場に出かけ、売り上げや利益について詳細な記録を残した。16世紀までの王子たちが大使として務めたかのようだった。1876年、おじ、アブデュルアズイズが、ミドハトパャによって、 クーデターで敗され、その後を継いだ兄の村と五星も、精神疾患ですぐに退位したため、新皇帝として擁立された。兄と共に、叔父の西欧訪問に随行した経験を持つが、巫女時代の村と五星が、新オスマン人と呼ばれる、立憲派と、積極的な関わりを持ったのに対し、アブデュルハミと二世は逆に距離を置いていたと言われる。 このため、解明的な人物であるという評判とは裏腹に、その政治姿勢や手腕は、全くの未知数の人物であった。アブデュールハミト2世が即位した当時、オスマン帝国は、バルカン半島での諸反乱をめぐり、ロシアとの関係が悪化しつつあった。そのため、諸外国の支持を取り付けるためにも、さらなる近代化改革を行う意思を内外に示す、必要に迫られていた。 これにより、帝国では憲法を制定されることとなり、ミドハトパシャを政権委員会の委員長、ついで大宰相に任命して12月23日に、オスマン帝国憲法の発布にこぎつけた。憲法では、ムスリムと非ムスリムの平等が定められ、直線の上院と民選の下院からなる議会も、開設された。こうして、オスマン帝国における、 第一次立憲制が始まったものの、アブデュルハミト2世は、おじが、クーデターで廃位された経験から肯定権を強化した意向を持っており、憲法によって肯定権が制限されることに強い警戒感を抱いていた。このため、憲法には、戒厳令の発令や危険人物の国外追放といった強い国主体験が残された。年月、 即位して間もない頃に、ロト戦争が始まる。戦争は、オスマン帝国の敗北に終わり、翌1878年のロシアとの講和条約で、セルビア・モンテネグロ・ルーマニアの独立とブルガリアへの自治権付与を認めざるを得なくなってしまう。ただし、このような状況は、ヨーロッパ各国のロシアの南下政策に対する警戒感を招き、 改めて戦後処理と調整の場として、ベルリン会議が開催されることとなった。会議の結果、マケドニアはオスマン帝国に返還されることになったものの、オスマン帝国がバルカン半島における領土の多くを失ったことに、変わりはなく、帝国の重心は徐々にアナトリアに移ることになる。すでに開戦前の1877年2月に、ミドハトパシャは、 憲法の国主体権に基づいて、大祭章を罷免され、国外追放に処されていた。また、1877年3月に開会された、議会では、オスマン帝国にとって不利な選挙に対して、容赦のない政府への批判が繰り返された。1878年2月、これらの批判に豪を煮やした、アブデュルハミト2世は、非常事態を口実に憲法を停止し、 議会も閉鎖してしまう。こうして第一次立憲制は終焉を迎え、以後三十年に及ぶ先制体制が始まることになる。戦後の混乱のさなか、1878年5月に、スルタンに不満を持ったアリスアビラ、シンオスマン人150人が出、チュラーン宮殿を襲撃する事件が発生した。スアビーラは、 アブデュル・ハミトの兄のムラトを福井させようとしており、ついにムラトの遊兵されている部屋までたどり着いたが、精神疾患を抱えていたムラトは彼らと一緒になるのを拒否したためこの計画は未遂に終わった。その後、アブデュル・ハミトは、スワビラを含めた事件関係者ら60人を処刑するなど、徹底的な処罰を行った。さらに彼は、議会と憲法を停止せたのみならず、 タンジマラ都会始以降大きな権力を振るっていた、打罪勝負の権限を縮小し、スルタンによる申請を行うようになってきた。スルタンに次ぐ実力者の大宰相については、頻繁に交代が繰り返され、そのため特定の人物に権力が集中されないようになった。ルリール氏に描かれた赤い流血の皇帝アブデュルハミト二世。 ジャンベベミドハトパシャの失脚後、イスタンブールのユルデゥズ宮殿に引きこもったアブディュールハミト2世は皇帝による先制政治の強化を行い、秘密警察を結成して密告を奨励し、激しい弾圧を行い、さらにユルデゥズ情報局という警察組織と情報機関を包括した省も設立された。ユルデゥズ情報局の職員はパリ、ローマ、ロンドンで、 防用活動をしており、世界各地のアルメニア人を監視し、性的に対する情報を収集して、クーデターや反乱を防ごうとした。この時代、政治的な出版物は、厳しい検閲下にあり、祖国や革命といった人心を乱す、恐れのある言葉を含む、観光物は、発禁処分となった。1909年に、アブデュール・ハミトが退位すると、 ユルデューズ情報局も廃止され、何万もの秘密文書が破棄された。その一方で、学問的、非政治的な観光物の出版活動は盛んになった。オスマン総合博物館や帝国博物館が開館した。知性中に公教育も大幅に拡充され、新式学校の数は大きく増加した。第一次立憲制の時の議会では、 教育基本法が制定され、初等教育、中等教育が義務化され、教育委員会も設置された。その結果初等教育の学校は、わずかだったのが1905年に急0校に増加し、中等教育の学校も増加した。初等教育の期間は4年で、高等小学校は、文系と理系のコースに分かれていた。教員育成のために、 市販学校は32校設立した。その他、女学校も設立された。学校の教科にはそれまでなかったイスラム史が導入され、イスラム的価値観とスルタンへの忠誠が享受された。1898年に、法大学が設立された。1900年に、現在のイスタンブール大学の前身のダリューリュフェルウーンが正式に開校されたのも、彼の治世中である。 法律、芸術、商業、土木工学、獣医学、税制、農業、語学などの専門学校も大量に設立した。勲章制度や、称号の付与もヨーロッパを見本に導入され、さらには、スルタンの肖像写真や紋章が各地に掲げられ、権威が可視化されることで、スルタンの権威向上を目指した。 帝国発祥の地のソユットでは建国者の父のエルトゥルルの墓標が整備された。物質面でも近代化が進み、法務省が再編され、鉄道及び、電信の普及に努めた。ドイツの支援によって、バグダード鉄道などの鉄道が延伸し、それに加えて、道路網や汽線事業など、輸送手段が発達した。その他には、ヘジャズ鉄道を建設しこちらは、 ドイツの協力のあったバグダード鉄道と異なり、イスラム世界からの寄付を受けて、建設、設計などの協力を受けた。アナトリアでも多くの鉄道が次々に整備され、これを一般人をも動員して、16歳から60歳までの男性を4日間働かせることなどをし、作られた。それによって人、物、情報の移動が容易になり、アナトリア内陸部の市場化が進んだ。 鉄道は1883年までにイスタンブールからウィーンまでつなぎその直後、オリエント急行がパリからイスタンブールをつなげた。オスマン帝国の鉄道は1881年に 1780km だったのが1908年には 5883km になっていた。さらにはわずかながらも、外資の導入によって、軽工業が発達した。 即位の前年に財政が破綻したため、歳入の一部を外国の債権保有者に引き渡すために、オスマン債務管理局が設立され、帝国の財政は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オーストリアによって管理されることとなった。それからも短期の借款契約は続き、1879年にオスマン海軍が、 フランス人資本家との間に16万5000トルコリラの借款契約が結ばれた。ただし利子が比較的高かったため、海軍は外務省を通じてロンドン、パリ、ウィーン、ベルリンで他の契約相手を募った。しかし他に見つからなかったためやむなくフランス人資本家と借款契約することとなり、1908年までに12回にわたって、 債務協定を締結することとなった。ロト戦争後、ロシアのさらなる難化を抑えるために、ロシアの友好国のフランスに、軍事顧問団の派遣を依頼したが拒否されたため、1880年に、今度は、ドイツ帝国に依頼をした。2年後に、ついに顧問団派遣の協定を締結され、さらに軍政年将校を軍事教育のために、ドイツに派遣した。ドイツから来た。 軍事顧問団は当初は団長のコイレルが指揮していたが彼が1885年に死去したため、次期団長にフォン・ゴルツが団長となった。新たに団長となったゴルツのもと、装備面での改革を行い、ドイツ製の大砲や小銃を導入した。ドイツとオスマン帝国の関係は良好で1889年と1898年に、 ドイツ皇帝ビルヘルム2世がイスタンブールを訪れた。1899年にドイツ側の要望によりドイツの手によるバグダード鉄道の建設を認めた。1880年代後半からアルメニア人らはサンステファノ条約とベルリン条約で約束された民族の権利に関する改革を実行するように要求をし始めた。 最初にアルメニアの抵抗運動が始まったのは1887年にゼートンで次に1891年にサソンで起こった。アブデュルハミトはそれを阻止するために1891年からすでにアルメニア地方に住んでいたクルド人の同族を使って虐殺をし始めた。そして武装した。 クルド人と現地のトルコ人らを公式に編成し始め、それらの軍隊はハミディエと呼ばれた。やがてハミディエらはアルメニア人の商店街、穀物像、食料像、襲撃し、さらにはアルメニア人の家畜を逃がすなどの嫌がらせをした。ハミディエらの行動は軍法会議にかけられることもなく当然罰せられることもなかった。これらの暴力行為に対して、 アルメニア人の社会民主、粉着党やアルメニア革命連盟といった革命組織は爆弾でのテロ行為やオスマン帝国の銀行を襲撃するなどして対抗した。アブデュル・ハミトはこうしたテロの鎮圧を急がず、現地のムスリムに過酷な方法で何度も弾圧させた。1894年、アルメニア人らは不当な課税に抗議を始めるとついに、 ファミリーへに虐殺を命じ、その結果30万人ものアルメニア人が1894年から1896年にかけて殺害された。虐殺されたのはアルメニア人だけにとどまらず、アッシリア人やユダヤ人らも虐殺の犠牲者となった。これらの事件はすぐさま欧米で報道されてしまい、アルメニア人は多くの道場を買い、多くの人道団体が組織された。 1895年にイギリス、フランス、ロシアはアルメニア地方の住民の権利向上に関する改革案を提出し、オスマン帝国はそれをしぶしぶ承諾したがその後も改革は進まなかった。1905年にアルメニア革命連盟は馬車に乗ってパレードをするアブデュルハミトを爆殺しようと試みた。しかしスレタンの乗った馬車は出発が数分遅れ、 爆弾は予定よりも早く爆発してしまい26人が死亡、58人が怪我17の馬車が破壊された。この事件の後もアルメニア人の改革の要求は続いた。アブデュルハミと2世の治世中における弾圧で殺された者は数知れず、ある時は血が川になったこともあったとまで言われている。 このため、赤い流血の皇帝と称されて恐れられた。一方で、アブデュール・ハミと二世は反イスラーム主義的な宣伝にも、勤め、ジャマール・ディーン・アフガーニーやミールザー・アーガーハーン、ケルマーニーをイスタンブールへ招聘し、イスタンブールのペルシャ五日間紙、アフタルの報道をきっかけにタバコボイコット運動を、勃発させてガージャール・ワサを、タバコファトワーなどで非難した。 1889年にエルトゥール,ル号を東洋へ派遣するなど、オスマン帝国外ではカリフとしての威信をある程度高めることに成功した。このようにアブデュルハミトは国際関係を有利にするためにイスラム主義を利用した。こうしたイスラム主義政策はロト戦争以降キリスト教徒住民の割合が高い。 バルカン半島を失い、また失われた領土から、ムスリム難民が流入したことによる国内のムスリムの割合が上昇したことが背景にあった。ムスリム親民を帝国の中心的集団として重視し、彼らの同質性を高めて、緊密に統合する手段として、イスラム教的な価値観が利用された。ただし、アフガーニを死に至るまで難禁したようにあくまで、 パニスラム主義を、その影響範囲をコントロールしていた。ロト戦争で敗北後の領土は安定せず、1881年に、フランスに、チュニジアを、翌年にはイギリスに、エジプトを占領されるなど領土が縮小が止まらなかった。バルカン半島では1885年には東、ルメリ自治州に、ブルガリアが侵攻してきた。その後名目上は、 ブルガリア港が東ルメリ自治州の総督を兼任するという形でオスマン帝国に留まっていたが1908年にブルガリアが完全独立すると東ルメリもオスマン帝国から分離した。クレタ島には多くのギリシャ人が住んでいたがオスマン帝国領のままであった。多くのギリシャ人はそれに満足せず1897年にギリシャとの海軍が クレタ島に上陸した。この戦争自体は、オスマン側が勝利を収めたが、ギリシャは列強に介入を求めて、同年締結されたコンスタンティノープル条約では、クレタ島は、帝国の領土に留まった者の総督を、ギリシャ国王の王子が就任することになってしまい、オスマン帝国の影響力は低下した。シリア地方のアミーヤでは1889年から1890年に、 かけてドルーズ・オハノが反乱を起こした。現地のシャイフに命じて、反乱は鎮圧したがこれを機にベルギーとフランスが、現地に介入していき、やがてカピチュレーションを口実にされて、鉄道利権を与えることになってしまった。1899年に、アブデュル・ハミトは、ドイツとの協定に基づいて、バグダード鉄道を建設しようとし、クウェート地方のアミールに、 鉄道敷設の許可を求めたが、これを拒否されたためクエート進行を開始した。しかしクエート側は、イギリスとの間に、イギリスの保護下となる協定を結んだため、結局それ以降その地に手を出せなかった。一方で西方において、彼の体制を揺るがせたのが、過労時てオスマン領に留まっていたマケドニア地方における危機であった。マケドニアには多様な民族が住んでいたため、 ギリシャやブルガリアなどの周辺国が腰淡々と狙っており、1903年の8月にキリスト教いたずらで構成されている内部マケドニア革命組織による放棄が発生したことで多数のムスリム難民が出た。この放棄は瞬く間に広がり、マケドニア地方からバルカン半島東部の国会に面する地域にまで、 反乱が広がり、アブデュルハミトは2ヶ月かけて何とか沈静化に努めた、ものの、マケドニアの問題は、帝国のアキレス圏として残った。また、日本が、明治維新後目覚ましい近代化を推進したことに、共感を持ち、1881年に、施設団を率いて訪問した、吉田正春、1892年に、エルトゥール,ル号遭難事件の義援金を届けに、訪れた。 山田虎次郎を出迎え、アブデュルハミト二世自身は、明治天皇を評価していた。治世中、エルサレムの周辺に、ユダヤ教徒が移住するようになった。しかしそこにはすでに、アラブ人が住んでいたため、1883年に、ユダヤ教徒のパレスチナ移住を禁止し、彼らがエルサレムに行くのに3ヶ月のビザが必要となった。アブデュルハミトは、 ユダヤ教徒のパレスチナ移住に、イギリスが裏で糸を引いているとみなし、これを脅威とみなした。ただし、シオニストのテオドールツルヘルが1896年に、イスタンブールに来訪した時には大宰相や、高官らと会見をさせ、その後彼らからシオニズムに関する説明を受けた。ツルヘルはその後も何度も、イスタンブールを訪れ、1901年についに、アブデュルハミトは、 彼と会談した。アブデュール・ハミトは、ユダヤ教徒のビザの廃止と、土地購入の撤廃を拒否したが、ツルヘルに勲章を与えた。さらに1904年に、シオニスト代表団と会談した。この時もスルタンはシオニズムに憲悪感を示したため、シオニストたちはこれ以降アブデュール・ハミトと対立する、統一と進歩委員会を支援した。青年トルコ革命の後、 ユダヤ教徒が必要な3ヶ月のビザと土地購入の制限は廃止されたアブデュールハミト2世は厳しい独裁政治、恐怖政治を敷いたことからついに国民の不満は爆発し1908年立憲政治の復活を求める統一と進歩委員会のエンベルパシャラによる革命という形で現れたのである晩年のアブデュルハミト世統一と進歩委員会による 青年トルコ人革命が起きると、アブデュルハミト2世は、要求を受け入れ、ひとまず憲法の復活を宣言した。しかし、翌1909年に、3月31日事件と、呼ばれる、反革命クーデターが起こったことで、この動きへの皇帝の関与を疑った統一と、進歩委員会は、皇帝の範囲を決め、議会で範囲を決議した。こうして、アブデュルハミト二世は、 オスマン帝国史上初の議会で廃位を決議された皇帝となった。この決議は、シェイヒュルイスラームの承認を得た上で実行に移され、後継の皇帝に弟のメフメとレシャトが擁立された。廃位後は、サロニカに遊兵されており、そこでは窓を開けることも許可されず、外部の人との面会や、新聞の購読も制限されていた。 外部の人と面会することが許されることもあったが、その場合でも福井を防ぐために監視は厳重に行われていた。1912年にバルカン戦争でサロニカを失ったためイスタンブールへ戻ることを許された。イスタンブールではたびたびエンベルパシャと面会することもあり、外交政策について意見交換をした。第一次世界大戦中のガリポリの戦いのさなか、 弟のメフメト5世にイスタンブールから避難することを促された時はこれを断固拒否した。同地で1918年2月10日に77歳で逝去した。7月3日にメフメト5世も崩御した後、弟のメフメト6世が即位したが、1922年にトルコ革命で廃位され、オスマン帝国は実質的に消滅した。同年に、 カリフとなった重帝のアブディール・メジトニセイもまた、1924年にカリフ制の廃止で、他のオスマンケ一族ともども、トルコを追放された。孫のメフメトールハン、エルトゥールルはそれぞれオスマンケの課長となり、エルトゥールルは2004年にトルコ共和国のパスポートを取得して、トルコへ帰国。オスマンケは、半世紀ぶりにトルコ帰国を果たした。 1887年の小松宮夫妻のイスタンブール訪問に答え、1890年、オスマン帝国海軍エルトゥールル号の司令官、オスマンパシャを特使とする一行が来日し、6月13日に皇帝新書を明治天皇に法呈し、オスマン帝国最初の親前法日施設団となった。ただし軍艦に薬病が発生した上、キトには、 カッシノサ東大付近で遭難し、大きな犠牲が支払われた。山内 P210P213 パーマー P218P226 長田 P302P304 荒井 P169P172 山内 P213P216 パーマー P226P251 長田 P304P307、P 4, P 7, 新井、P172P179。山内、P238P247、P293P295、パーマー、P252P268、長田、P307P308、新井、P184P188。山内、P403P409、パーマー、 P269P309、長田、P316P320、新井、P195P196、P232P233、山内、P409P410、パーマー、P310P321、P328P329、P352、長田、P220P22、P 新井 P233P236 ありがとうございます。